ジェームズ・キャラハン。不満の冬の期間に、イギリスの首相を担当不満の冬とは、1978年から1979年にかけてのイギリスの冬を指している。その期間に、公共団体の労働組合がより大規模な昇給を求め、広い地域でのストライキがあった。ストライキは、ジェームズ・キャラハン率いる労働党がインフレーション抑制を目的に、 労働組合会議に対立して行った継続的な給与の上限設定に伴って発生したものである。ストライキのあったその冬は当時までの16年間で最も厳しいものであった。ストライキは労働党政府が公共団体に対しインフレを抑制し民間団体への見せしめとする目的で昇給は5%以内に維持するという規則を課すことで、 労働組合との社会的な契約から強制的に離脱し、インフレを抑制しようとした企ての結果である。しかしながら、複数の非雇用者の組合が相互に交渉を行い、雇用者と政府の決定を上回る上限で合意した。1979年の2月までには、ストライキの大半は終了していたが、 政府がもっと早期にストライキを収束できなかったことは1979年の下院議員選挙におけるマーガレット・サッチャーの保守党の勝利と労働組合の権限を抑制する法律制定への流れを助長した。公共団体の雇用者によるストライキの動きはリバプールやテームサイドで働く墓掘り妊婦による非公式なストライキやゴミ収集業者によるストライキを含んでいた。 加えて、NHS の補助業者は、病院の入り口を封鎖するためにピケラインを形成した。その結果、多くの病院が、救急の患者のみの受け入れに限ることとなった。我らの不満の冬がようやく去り、ヨーク家の太陽エドワードによって、栄光の夏がやってきた。我が一族の上に不機嫌な顔を見せていたアムウンも、今は、大会の底深く飲み込まれた掲げさえない。 というウィリアム・シェイクスピアのリチャード3世における冒頭のセリフに由来する。そしてこの表現をその冬の出来事に最初に当てはめたのは IDS で初期をしていた記者のロビン・チャターだった。不満の冬は後にジェームズ・キャラハンの演説においても用いられ、ザサンも含むタブロイドがこの危機的状況を定義する際にも援用された。1979年の早い頃から天候は 猛吹雪と降雪を伴い、とても厳しいものとなった。その冬は1962年から1963年の冬以来、最も寒い冬であった。その結果、複数の職種が営業を不可能になり、消費が減少して、経済が悪化した。1969年に労働党の政治家、ジェームズ・キャラハンは内閣の反動を率いた。その結果、 紛争の場においてと称するバーバラカッスル白書において、その概要が示されていた労働組合の改革の提案が破棄につながった。もし、カッスル白書が立候補されていたならば、不満の冬の期間における活動の大半は違法になっていたであろう。ハロルド・ウィルソンとキャラハンによる労働党政府が1972年に始まったインフレに対する戦いを、1974年の2月に、 当選するまで続けていた。インフレは1974年から1975年の8月にかけて26.9%と最も悪化した。しかし、財政上の責務を市場に説明する一方で、彼らは大規模な失業の増加をなくすことを望んだ。インフレを抑制する企画の一部として、政府は労働組合大会との社会的な契約に合意した。 その契約は労働者への昇給を政府が定めた上限以下に抑える自主的な収入政策を考慮するものだった。全政府は議会の立法による収入政策を行った。しかし、このようなことは今後生じないだろうと社会的に合意がなされた。収入政策の第一段階は1975年の7月11日に、 インフレへの攻撃と題する白書と共に告知された。この給料への上限の提案は、年間の所得が8500ポンド以下のもの全員に、1週間に6ポンドまでの昇給を許すものだった。労働組合大会の一般会合は、上記の提案を19票対13秒で可決した。1976年5月5日に、労働組合大会は1976年の、 昇級のための外設された新しい政策を受け入れた。その政策は8月1日に始まるものだった。その政策では昇級は1週間につき2.5ポンドから4ポンドまでとされた。1976年10月8日の年間会合において、労働組合は自由な団体交渉への回帰を求める動きを否決した。 それは1977年8月1日に一度、第1段階の政策の期限が切れてから、すぐのことだった。この新しい収入政策は、第2段階の政策だった。1977年7月15日に、財務省高官のデニス・ヒーリーは、乱闘騒ぎがないならば、自由な団体交渉への段階的な回帰を可能な、ものであるとする。 第3段階の収入政策を告示した。長引いた交渉の後に労働組合大会は第2段階の政策のもとで1977年から1978年にかけて推奨された控えめな昇給を続けること及び全政策下で生じた給与についての議論を再開しようとしないことの2点について合意した。一方で政府は 人間交渉に干渉しないことに合意した。保守党は、組合の権限と、1978年の夏以降の期間を包括する、より強力な政策が存在しないことを批判した。インフレ率は1977年を通じて、加工し続け、1978年までには年間の比率は10%以下になった。差し迫った。 賃金政策の終了に備えていたとき、国際的なインフレが不意に発生し、1978年7月21日には1978年から1982年の間における記録的な水準に到達しようとしていた。このため、デニス・ヒーリーは新しい白書の導入を行った。それは、その年の8月1日から昇給を5%とする。 指針を定めるものだった。タックは7月26日に圧倒的多数でその上限設定を否決し、約束されていた通りの自由な団体交渉への回帰を主張した。しかし、10月7日には首相のジェームズ・キャラハンが予想外な宣告を行った。それは、総選挙を秋には行うつもりはなく、春の選挙に備えて経済が改善された状態にしておくために、 冬の間給与の制限を続けるという内容であった。賃金の制限は公的には第4段階と位置づけられたが、大抵は5%の制限と言い表された。政府は法的な要請として5%の制限を行わなかったが、その制限を破った者は民間であれ、政府の契約者であれ、罰則を課すことが決定された。公式な指針ではないにしろ、 イギリスフォードによって設定された昇給は、内密な努力を通じて、交渉のための基準として受け入れられた。フォードは順調な1年間を過ごし、その労働者に大規模な昇給を行うことができるほどの余裕があった。しかしながら、会社は一方で政府との主要な契約者でもあった。それゆえに、フォードの経営陣は、昇給を5%以内とする指針の範囲内で行った。 その反応として、主に運輸、一般労働組合から1万5000語のフォードの従業員が9月22日に非公式なストライキを開始した。そのストライキは後に10月5日の次による正式なストライキに発展した。参加者の人数は5万7000人にまで増加した。ストライキの間、ボックスホール自動車の従業員は8.5%の昇給を受け入れていた。 政府の処罰を受ける可能性とストライキの損害が継続することを勘案した長い交渉の後にフォードは最終的に彼らの提案を17%までへと引き上げ政府の処罰を受け入れることを決意した。そしてフォードの労働者は11月22日に昇給を受けた。フォードがストライキを行っている時労働党の大会がブラックプールにおいて始まった。 リバプールのウェイバーツリー選挙区労働党委員で、労働党内のトロツキー派の過激派の支持者であった、テリー・ダッフィーは10月2日に同議に移った。その同議においては、政府は直ちに給与交渉への介入をやめるべきだと、する主張がなされた。マイケル・フットはその同議を採決してはならないと、提案したのに、決議は401万7000秒対192万4000秒で、実行された。 翌日、首相は敗北を認める形で次のように発言した。私は昨日のことは民主主義における教訓だと考えていると。しかし、首相はインフレに対する戦いを自身はやめないことも宣言した。まもなくして政府のイギリス下院議会での立場はますます悪化した。選挙前は労働党は参議席差で多数派だったが、補欠選挙を通じ、 1976年にその地位を失った。その結果、1977年には、票数の優位を維持するために自由党との連立を強いられることになった。ちなみに連立は1978年7月に消滅を迎えた。追加の議席獲得を北アイルランドに認める決断によって、アルスター統一党からの一時的な支持獲得が可能となった。 しかし、アルスター統一党の党員たちにとって、追加の議席を認可する法案が可決されれば、こうした支援が途絶えることは分かりきったことであった。アルスター統一党の危険によって、政府は11月9日の不信任決議において312票対300票で、敗れることになった。11月に半ばまでのフォードが5%を超える昇級を実際に行うことは、 明白になっていた。政府は後にタックとの集中した交渉に入り、給与の方針に関して合意に達することを望んでいた。その合意は争いを防ぎ、総選挙に向けた準備における政治的連帯を見せるようなものだった。制限的で支配力が弱い解決策が考え出され、11月14日のタックの総会に持ち込まれたが、会合の中で、 票は14対14ときっ抗し、議長の反対票により否決された。1978年の早い段階で次ぐでは、モス・エヴァンスが、労働組合の指導者であるジャック・ジョーンズにとって変わられたことで、タックの一般会合でもある重要な人事が変わった。エヴァンスは、自身の組合のリーダーの権力が弱いことを証明したが、ジョーンズがグーに属する複数の職場代表による、 行動を抑えることができたかは疑問である。フォードでの争いに決着がついた後、政府は11月28日に220に上る、その他のキャンペーンとともに、フォードに対して賃金政策への違反のため、罰則が課されるであろうことを宣告した。実際の罰則に関する宣告は、CBI によりすぐに反発を招き、それらの罰則の適法性への意義が紛失した。 保守党は、こうした動議を下院議会で提起し、罰則の無効化を目指した。国防に予算を使いすぎていることへの同様な反発が、労働党内の左翼系議員から生じたために12月7日に予定されていた議論は、延期を余儀なくされた。しかしながら12月13日には罰則に反対する、改正案が285対279で可決された。 実質的な修正案はその後に285票対283票で可決された。ジェームズ・キャラハンは翌日のさらなる審議案の動議を290票対300票と10票差で勝利して可決を防いだものの政府が罰則を課すことができないことを受け入れた。事実上、このことによって政府は民間企業に対して5%の昇給制限を課すことができなくなった。 政府がその給与政策を強制する手段がなくなると、まだ賃上げを申し込んでいなかった組合がその目的を拡大させ始めた。最初に極端な行動に出たのは、トグーのメンバーのトラック運転手らだった。トラック運転手の大部分が石油タンカーで働いていた。BP や S ソで働く運転手らは12月18日に石油供給が混乱に陥ったことに伴い、 内閣府はドラムスティック作戦の準備を始めた。それよりイギリス陸軍がタンカー操縦者からの引き継ぎを行うための代替要因とされた。しかしながら石油会社の所有物の徴用を可能にするためには作戦を行う上で非常事態宣言が必要とされた。しかし政府はそのような手段を取ることに尻込みした。状況が そのような危機的なものに発展する以前には、石油会社は15%近くの昇給に合意していた。1979年1月3日から次ぐに、所属する全トラック運転手による非公式なストライキが始まった。石油の供給が尽きると、ガソリンスタンドは国中で閉鎖された。ストライキは同時に、主要港でのピケを行った。ストライキは一月十一日に、 つぐにより、1月12日に、アートゆにより正式なものとされた。国内の80%もの商品が道路で輸送されているため、機能が続いていた。こうした会社を運転手らが、ピケにより機能できなくしたことで、不可欠な物資の供給が危機にさらされることになった。石油タンカーの操縦士が働いている一方で、石油生成所もまた標的とされた。 そしてタンカーの運転手はストライキを行っている者たちに自分たちの行き先を教えた。そうすることで、ピケにより目的地において運転手らを追い返すことが可能となったのだ。一時的に100万人以上のイギリスの労働者が争いの中で解雇された。非常事態宣言を行い、極めて重要な供給物を陸軍によって保護するためにさらなる計画が練られた。 その計画に関連して政府は都宮の指導者層に警告を行った。この結果として組合が1979年1月12日に公的にストライキの対象から外されるとされた非常時の供給物の一覧を受け入れることで決着がついた。実際にはどのようなものが緊急と判断されるのかは都宮の地方当局に判断が委ねられた。 また国内での実際の行動は、意思決定を行うための分配委員会を創設した地方の職場代表の判断によって様々だった。例えば、キングストンアポンハルで発生した一連のストライキでは、正しい調合の資料を地方の農家に渡すことが禁じられたため、農家が組合の事務所の外に小豚や鳥の死骸を置いていく事態となった。この時組合は、 本当は自ら農家が鳥を絞め殺し、小豚は親の豚が寝返りを売った際に潰してしまったものだと主張した。1月29日には南イングランドのトラック運転手は20%までの昇給を認める仲裁委員会によって裁定された待遇を受け入れた。賃金の20%までの昇給という条件は組合がストライキの中で求めていた条件に対して週単位で見れば たった一ポンドしか下回っていないものだった。この調停によって国中で受け入れられる模範が示されることとなった。1月10日にジェームズ・キャラハンがグアドループでのサミットから戻った時はトラック運転手のストライキの最中であった。報道陣がいることが密告されていたことから彼の報道官であるトム・マクフライは彼に何も言わずすぐに仕事に戻るように進言した。しかし、 政治顧問のトム・マクナリーはキャラハンが戻ってきて、この事態の収拾への意思を示す姿が心強いものになるだろうと考えた。そのためキャラハンは報道陣に対し、キースロー空港において、報道陣に安心を与えようと決心した。しかしキャラハンが冗談交じりにサミットの期間中にカリブで遊泳したことに触れたことは、マクナリーをうんざりさせた。そして彼は、 あなたの全般的な対応はどのようなものになりますかこの国の今の最高潮に達した婚礼を視野に入れてお答えくださいと問われると次のように応答した。そうですね。その最高潮の婚礼というのはあなた方がしている判断ですね。もし外から見たらおそらくその時にあなた方が偏教な見方をしていることになるでしょうし、私は世界中の他の人たちが 最高潮の混迷があるという見解を共有しないと思います。翌日に出たザザンの番は危機だってどんな危機だいとする有名な見出しを採用していた。そこには副題として鉄道、トラック、様々な業種の混迷へそしてジムは報道陣を非難したと添えられていて、キャラハンを英国社会について無知であるとして批判した。 1979年の1月22日は1926年のイギリスのゼネラルストライキ以来、ストライキが起きた単独の日では最も規模の大きい日となり、多くの労働者らがその後も無期限ストに突入した。十分な昇給を得た民間部門の従業員らと共に、公共部門の労働組合もますます給与の点で補調を合わせることを気にかけるようになった。 政府はすでに1月16日に政策を若干弱めることを告示していた。そのため公共団体の組合の中には彼らが勝利し自由な団体交渉に臨めることへの希望が湧いた。アスレフ及びヌアーに所属していた鉄道運転手らは一連の24時間のストライキをすでに開始していた。そして看護師会の会合は1月18日に 看護師らの給与を1974年の時と実際的な意味で同水準に引き上げることを要求した。それは平均的に25%の昇給を意味した。公共部門の組合はその日を行動の日と定め24時間のストライキを行い1週間の最低賃金として60ポンドを要求して更新した。連続したストライキの呼びかけとその勝利の一方で 多くの労働者の集団が非公式な行動を取り始めた。そうした行動は、組合の指導者の同意や指示を受けていないことが多かった。救急車の運転手は1月の半ばに行動を開始し、イギリス国内の一部で999の救急電話に出ることを拒否することを含むストライキをし始めた。こうした地域では、軍隊が最低限の業務を行うのに動員された。 病院の補助の従業員も同様にストライキを行った。1月30日には社会福祉担当官のデビッド・エナルズは NHS に属する2300の病院のうち1100しか救急患者を治療していないことを発表した。また、事実上救急車の業務は全く正常に行われていなかったことや病院の補助的な労働者が治療に アタイすかどうかを決めていることも発表された。報道機関は、がん患者が助かるために必要な治療を受けることを拒絶されたことを批判的に報道した。不満の冬の期間に起きた悪名高いストライキとして、リバプールとマンチェスター付近のテームサイドのジムダブルのメンバーであった墓堀ニンプラが起こしたものがある。このストライキは後に保守党が頻繁に研究することになる。 80人もの墓掘り妊婦がストライキに入ったことでリバプールの市議会はスピークにある工場を埋葬が可能になるまで死体を置いておく場所として陣がりすることになった。環境省の報告では150人分の死体が工場の1箇所にまとめられて置かれており1日ごとに25体ずつ追加されていったとされている。埋葬されない死体の存在が報道されたことは 社会に不安をもたらした。2月1日には、リバプールの猛であったダンカン・ボルトン博士に、何ヶ月もの間ストライキが継続されれば、一体何が起こるのかという質問を、あるしつこい記者が尋ねた。するとボルトンは、回想が考えられると推測した。彼の返答は推測であったが、こうした混乱の状況においては、大きな継承を引き起こした。 他の方法も考えられた。例えば、近親による埋葬を許可することや、軍隊の動員、そして民間で埋葬を請け負った人を埋葬に従事させることなどである。遺体は、最大で6週間まで断熱の包みに保存されていたため、主な懸念は見栄えに関することであった。また、ボルトンは後に、マスメディアのストライキの戦場的な報道に、ゾッとしたと発言している。 14夜のストライキの後に、墓掘り妊婦は14%の昇給で最終的に合意した。多くのゴミ収集業者が1月22日以降、ストライキに入っていたため、地方の当局はゴミを溜めておく場所を不足させ、初めており、地方の公園をその統制下においてゴミの集積所として使用した。ウェストミンスター市議会で優勢だった保守勢力は、 ロンドンの生誕の中心にあるレスタースクウェアを山のようなゴミを貯め置くのに用い、イブニングスタンダードはこうしたゴミがドブネズミを引き寄せていることを指摘した。2月21日に地方当局の争いの決着が合意に至った。それによって労働者たちは11%、つまり1週間ごとに1ポンドの昇給を得た。さらに、比較給与の研究が万が一推奨すれば、 追加の昇給がある可能性もあった。カムデン・ロンドン特別区の中の左派的な地方当局の中には、組合の要求を完全に受け入れたり、関西委員会による調査を受けたものがあった。調査では、最終的にそのような行為を、信任義務に反している。だから違法であると、最終的に定めた。カムデン特別区の市議会議員の中には、ケン・リビングストンがいたが、彼は、 課長金を払わなくていいようにした。課長金を貸さないと決めたとき、リビングストンは大ロンドン議会の議長であった。不満の冬に先立って、キャラハン政権は国際通貨基金に23億ポンドもの借金を求めていた。当時、その目的は横行していたインフレに打ち勝つことにあった。メディアはこのことを第二次世界大戦。 および戦後の経済におけるどん底の時期以降でイギリス経済を復興させようと強大な帝国が働きかけていたことへの恥だとして報じた。このこと自体はマーガレット・サッチャーの保守党が1978年10月の選挙での世論調査においてわずかに優位に立つことを導いただけだった。非常に重要な業務のストライキは労働党政府内の常席の大臣たちを狼狽させた。 彼らはそれまで労働組合の運動に対して親密だったし、労働組合がそのような行動を取ることはあり得ないと考えていたためである。首相のジェームズ・キャラハン自身もそうした大臣らと同様であった。彼は自身の政治的経歴を自身の労働組合との連帯の中で築いてきただけでなく、実際に内国税債入庁職員連合のように、 自ら一つ組合を作ってもいたのだ。政府は上席の労働組合の指導者らと交渉し、2月11日にタックの総会に提案を持ち越すことで合意した。2月14日に一般会合は経済、政府、そして労働組合の責任と題して印刷された協約に合意した。この段階において、組合の役員らは自身らの会員への統制力は限られており、 ストライキはすぐには終わりそうになかった。もっともストライキ自体がこの頃から収束に向かいつつあった。産業界において損なわれた就業日の合計は1978年には930万6000日であったのに対して1979年の頃に合計で2947万4000日だった。不満の冬以前の夏には 世論調査において少数派であった、労働党の勢いは盛り返しつつあり、総選挙が行われれば、労働党が全体的に多数派になることが示唆されていた。しかしながら1978年10月7日には、キャラハンが年内に総選挙を行わないことを宣告した。キャラハンが選挙を行わなかったことが、キャラハンの政府にとって多大な損失であり失敗であることは後にはっきりした。 ストライキは有権者の考えに深く影響したと思われる。ギャラップによれば労働党は1978年11月には保守党に対して5%に及ぶ優勢を誇っていたが、1979年1月には保守党の7.5%優位に転じ、その差は2月には20%に広がっていた。3月1日にはスコットランドとエールズへの自治権以上をめぐる、 国民投票が行われた。ウェールズにおける投票では、自治権以上への反発が強かった。スコットランドにおいては、多少の優勢が自治権以上の側にあったものの、有権者の40%という政府の定めた規定には達しなかった。政府は、自治権以上をすぐには押し進めない決定をしたため、スコットランド国民党は政府への協力をやめた。そして3月28日には、 キャラハン政権への不信任案がわずか一票差で可決されたため、1979年に総選挙が急遽行われることとなった。保守党党首であったマーガレット・サッチャーは1月17日のトラック運転手のストライキの最中に、すでに労働組合の権限を抑えるための彼女の提案の概要を政権放送において示していた。 選挙運動の期間中に保守党はストライキにより生じた混乱を幅広く利用した。4月23日に行われたある放送においては、ザザンの見出しであった危機だってどんな危機だいという語が放映され、だんだんと絶望した調子でナレーションがその発言を読み上げた。その際には、ゴミの山や閉鎖された工場、ピケで使用できない病院や、 封鎖された墓場を映した映像の場面場面が添えられた。総選挙における保守党の勝利の規模はよくストライキに加えて保守党が行った労働党が働いていないこと命打った運動の成果であると言われる。保守党はその冬の出来事を映した映像をその後何年間にかけて選挙運動に使用した。サッチャーの選挙における勝利に伴って彼女は 戦後の世論を終わらせ、劇的な変化を労働組合に関係する法に与えた。その結果、ストライキは1983年におけるイギリスの総選挙以前の30年間において最も少ない件数となった。ちなみに1983年の総選挙においては、保守党が大勝利を収めている。実際、イギリスの政界におけるこのような右派への旋回は、 新たな世論形成を生じた。それは現在まで政界において優位な立場にある。保守党と労働党の双方が政府の支出や税金を引き下げ、新しい公営住宅の設立を終わらせることなどを好むようになった。そしてかつては公共機関のものであった公的なサービスや産業が民営化されたことが積極的に強調されば生かした。こうした変化は ニューレーバーの立場から固定化されることになった。新労働党は1997年の総選挙において勝利することになる。詳しくは新保守主義の項目を参考。ありがとうございます。